ハーン、コック、ハーン、ドク、モコック、エー、モンドリのイは、ドイツ人の芸術家、カタリーナ・フリッチュが制作した、巨大な、青いオンドリの彫刻である。2013年7月25日に、ロンドンのトランファルガー広場で披露され、広場の空白の大雑魚とフォース・プリンスに設置された。ファイバーグラス製で、高さは5メートル弱にもなる。 フォース・プリンスに展示された6番目の作品であり、2015年2月17日まで、台座に置かれていた。その後メリーランド州のグレンストーン美術館が購入し、2016年に再オープンしたワシントン DC のナショナルギャラリーで公開された。この作品には2つのバージョンがあり、もう1つはミネアポリスにあるウォーカーアートセンターの彫刻庭園で、 作者がデザインした台座の上に展示されている。フリッチは、制作に2年半をかけた、この温度には無数の解釈が可能であるとしつつも、これが、フェミニストの彫刻であると語っている。なぜなら、そこで忙しく手を動かしている私、女性である私が、男性的なものを描いているからです。歴史の常から言えば、これはアベコベです。今や、私たちの役割は入れ替わりつつあり、 そして多くの男性がそれを楽しんでいます。オンドリが置かれた周囲のエリアは強烈に男性的な性質を持ち、台座に立つ男性の彫刻がいくつも並ぶ。ビジネスの中心街というロンドンのステータスとも響き合う男性中心の文化だと彼女は言う。オンドリの像はそれをユーモラスに総殺しようという試みだ。広場の残り三つの台座に立つ彫刻はどれも 非常に拡張を高い騎馬像であるのと対照的である。私にとってユーモアを持たせることはいつも大事なことです。ユーモアがあることで物事は深刻になりすぎることがありません。私はイギリス式のユーモアが好きなんです。だいぶダークになることが多いところも。この彫刻を選んだのはホースプリンス委託グループであり、 作品の委託発注については専門家が有識者として助言と監督を行っている。フリッチへ発注した時のプレスリリースは次のような文章だった。周辺の建造物との対比この彫刻は様々な次元から語りかけてくる。第一に作品が置かれる場所の格式ばった雰囲気についてよく考えられている。トラファルガー広場のほとんどの建物が灰色であり、 そこに思いがけないような力強い色合いがアクセントとしてはいるだろう。この生き物の大きさも色もすべての状況をシュールに、あるいは単純に普通でないものにしてしまう。オンドリは再生と覚醒、力のシンボルでもあるが、最終的にこの作品は非常にアイロニカルな形で男性性を物差しとするイギリス社会に目を向けさせ、 生物学的な決定論への思考を誘うのである2013年7月25日、ロンドン市長だったボリス・ジョンソンによって作品の発表が行われた。退伏戦争の勝利を記念した広場に、フランスの象徴であるオンドリの彫刻が立つことの皮肉を指摘したのもボリス・ジョンソンだった。作者のフリッチは彼に言われるまでそのつながりには気づかなかったという。 彼女はオンドを選んだのは力と再生のモチーフを表現したかったからだとしつつ、ナポレオンに対する勝利を記念する場所にフランス的なものが置かれるとは副作用にしても面白い。ナポレオンはオンドになって帰ってきたというわけだ。と語っている。この時のジョンソンのスピーチは次のようなものだった。どうかフランスの皆さんはこれを行き過ぎた愛国主義だとは受け取らないでほしい。 とはいえ私からすれば、これは最近2012年のツールド・フランスにおけるイギリスの勝利を表しているように思います。私たちは1位、2位と続けて2度の勝利を手にしたのです。これは鶏のようにロンドンへ持ち込まれたフランス人がスポーツにかけるプライドの象徴です。私たちは大英帝国の広場の中心にこうしたフランスの温度を並べているのです。 また、フリッチもジョンソンも、この作品の名前が持つ性的なダブルミーニングについて、言及している。ドイツ語のハンにも、英語のコックにも、オンドリー以外にもう一つの同じ意味があるが、フリッチは、これが、意図的な言葉遊びであることを認めている。彼女が強調するのは、トランファルガー広場そのものが多分に、断根崇拝の要素を持っていることである。要するに、男性的なポーズを取ること。 力を誇示すること、そして、勃起した陰形を見せるってこと。だってほら、見てよ、あの柱を。ジョンソンはアイロニカルなオンドリが、自分の男らしさを既存するように感じるかと聞かれて、いや、全く、パワーと情熱を持った、あの鳥と交信できて幸せだよ。あの王者の風格と自信に満ちた雰囲気には、自分が鼓舞された気になるねと答えている。除幕式では、大きな、青い。 鳥と大きな間を取り、コックという言葉を避けて作品を発表しつつ、ボリス・ジョンソンはダブルミーニングで失敗したくないし、この素敵な生き物はいつまで広場に立ちっぱなしなのか聞いてみようと聴衆に語った。この作品は批評家筋にも概ね好意的に受け止められたが、発表を報じるメディアの見出しにはダジャレが並んだ。ガーディアン氏のエイドリアン・サールはスケール 立体表現、細部のこだわり、どれもしっくりくる。この彫刻は、ごくリアルでありながら空想上の生き物を思わせると表現しており、意味ありげだったり何か含みがあるように曲解させる、見方は、あらかじめ排除されていて、不尊でありながら、雰囲気を明るくし、気分を高揚させる作品と評価している。デイリー・テレグラフのセレーナ・デービスは、これまで、 ホースプリンスに設置された作品ほどの強い印象はないが、それでも2005年にパブリックアートの発注が始まってから空いた広場の台座に置かれてきた作品の中でも12を争うほど陽気な作品と語っている。BBC ニュースのアート担当記者、レベッカ・ジョーンズもこの作品にはある種の陽気さがあり、多くの人の顔に笑みをもたらすと評価している。 地元の保守系団体であるソーニーアイランド協会はちょっとした気晴らしになる程度でトランファルガー広場という文脈にそぐわないという理由からこの作品の設置に抗議を行った。しかしガーディアン氏のチーフアートライターシャーロット・ヒギンズはフリッチュの作品はそもそも奇抜で大げさに見え文脈に関係ない傾向にあると反論する。彼女によれば良くないのは 考えすぎること。あれは、トラファルガー広場の大きくて、青くて、楽しくて、奇妙で、シュールな鳥なのだ。そして私たちみんなを元気づけようとしている。カタリーナのオ鳥は、私がそうあってほしいと考えている通りに、成功を収めることだろう。ありがとうございます。